続いては山形選手にインタビューしていきたいと思います。いや、じゃあまず自己紹介お願いします。背番号6番山形です。自分のプレーの特徴、注目してほしいところを教えてください。全部注目してください。よろしくお願いします。かっこいいっすね。じゃあ今シーズンの個人の目標お願いします。頑張ります。ちょっとクールっすね。男前ですね、本当に。ファン、サポーターへのメッセージお願いします。はい、次はスタジアムで会いましょう。これは続きましてはこちら。どうもこんにちは。松本山口から加入しました。背番号19番呼び捨てないです。若いね。よっ。ではちょっと注目してほしいところ、プレーの特徴というのをお願いします。プレーの特徴は、ハードワークだったり、球際の強さ、体重の強さ、特にあと、ヘディングのゴールを見てください。じゃあ今シーズンの個人の目標っていうのをお願いします。全試合に出場することです。おお。じゃあファン、サポーターへの皆さんへのメッセージっていうのをお願いします。今シーズン、シーズン通してチーム全員で力を合わせて、見ていて興奮するような試合を毎試合心がけてやりたいので、たくさんのサポート、そして、スタジアムに足を運んでもらって、ぜひ僕たちのサッカーを見に来てください。なんかもう一個、なんかオリジナルの質問。いや、好きな女性のタイプっていうのがいいですね。いらない、いらない、ね、いや、いや、本当重要です、そこは。本当ですか。面白い人が好きです。以上。じゃあ最後、じゃあ一発ゲーム。一発ゲーム、マジ本当に、マジ一発ゲームない、すみません、本当に。あ、すみません、じゃあじゃあ最後、ムロさん。ムロさん、お願いします。ムロさん、先輩、先輩の見せて、先輩の。いきますよ。先輩の見せて。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。こんにちは。はい、続きましてやってきました佐々木一希選手です。どうぞどうぞ。そうです、はい、取れました、はい、取れました、はい、OK です。じゃあこちらの方から質問させてもらいます。じゃあ、自己紹介の方お願いします。背番号13番佐々木一希です。じゃあ自分のプレーの特徴、注目してほしいところっていうのをお願いします。スピードのある選手だと自分でも思ってるんで、突破であったりシュートであったり、点に絡むプレーができればいいなと思ってます。じゃあ今シーズンの目標をお願いします。チームでは J2 昇格を掲げていますが、僕個人の中では J3 を優勝して、J2 に昇格したいと思っています。じゃあ最後に、じゃあファン、サポーターの皆さんへのメッセージっていうのをお願いします。とりあえず今シーズン、精一杯頑張るので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。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 